ヶ月目で月賞で言うと今どれぐらいな感じでしょうか。44万円です。テストクロージングをやっぱしっかりとされているからこそクロージングをよりスムーズにいくと。皆さんこんにちは。こんにちは。今回ですね、英語コーチのゆうこさんが講座開始1ヶ月目でインスタから106人集客、そして月賞で44万円を達成した秘訣についてね、具体的に聞いていきたいと思うんですけども、本日はよろしくお願いいたします。お願いします。で、現在のゆうこさんの業種教えていただいてもよろしいでしょうか。英語コーチをしております。ママさんたちが一番対象になってまして、うん、家で英語を子供にやらせたいっていう方がメインで、うん、そのママに英語力をつけるっていうところにフォーカスをしています、うんうん、お子さんと一緒に英語を学べる、そしてママさん自身も英語を習得するっていう両方。ママさんにはやってなくって、ママさんにこういろんなノウハウをお伝えして、お家でママだけでやっていけるっていうような状態にさせてもらってます。なのでママの英語力アップと、あとお家でどういうふうにお子さんと接していって英語力を上げていったらいいかっていうのを一緒にお伝えをするっていうような形です。うん、なるほどですね。そもそもの入学のきっかけってところもちょっと最初聞いていきたいと思うんですが、弊社みたいな SNS のこういう集客の講座とか塾っていっぱいあると思うんですけども、そこの中でうちを選んでいただいた決め手っていうのは何かあったんでしょうか。北野さんのよくインスタとかを見せていただいたりしてて、はい、それをもとにいろんなことを挑戦して自分一人でやってたわけなんですね、うんうん、そうするとやっぱりフォロワーさんが増えていたりだとか手応えを感じたわけなんです、こう申し込む前に、うんうん、なのでセミナーを受ける段階ではもう入るつもりで申し込んで、そのままその日決めたっていう感じです。以前からもう僕のインスタライブだったりとか YouTube とかも結構見ていただいていたっていう感じですね、はい、そうですね、うんうん、ただなんか長期間じゃなくて本当に集中して短期間でガーって見て、私も早く習わないと苦手だったので、 SNS ってやったことなかったので早く教わりたかったっていうのがありました。あ、そうだったんですね。ちょっと入学後の成果ところも聞いていきたいと思うんですけども、入学前と入学後の変化っていうところはどんな感じでしょうか。はい、本当に私 SNS とか全然苦手で、 Facebook とかもページ開けてたんですけど全く止まってる状態で、どうしようって、でもインスタしかないよなっていうので、ちょっとしたようなきっかけで去年オープンさせたんですけど、そこから全然動かなくてどうしようっていうのがあったんですけれども、言われたままにやっていればうまく勝手に運用できていっている感じがあるんですね、うんうんうん、今結果としてフォロワー数でいうとどれぐらい。今3050とかそんな感じだ。人ぐらい。 LINE 公式アカウントのお友達は今どれぐらいいますでしょうか。トータル今106人です。実際にうちの学科入学する前とかからある程度100人ぐらいリストがあったりとか、インスタグラムでいったらもう2500とか結構フォロワーが多かったのかっていうと、そうではなかったってことですかね。そうですね、ちょっと停滞してたんですよね、うん、2000ぐらいで止まっててどうしようって感じだったんですけど、うん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 、諦めずにずっとやっていくっていうのを堀さんにも言ってもらってやっていった感じですね、うん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 、やっぱりなかなか SNS って運用のテンプレであったりとか、こういう風な指針がないとどうやればいいのかわからなくて、何が正解なのかわからないから、どうしても独学だと手が止まっちゃったりとか、検索やサポートついてないと難しいとこがあると思うんですが、そこを入学いただいてからしっかりと集客につなげていただくことができた結果、1ヶ月目で月賞でいうと今どれぐらいな感じでしょうか。44万円です。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ちなみにこちらは単価44万円のサービスを1件ご契約いただけたという形でしょうか。はい、そうです、うん、では実際に今日ねこの動画見てくださってる方の中でも、どうやったらその30万とか40万円の高単価のサービスをねお客様にご契約していただけるのかっていうところとか、どういう風にしたら LINE アットにそもそも集客できるのかっていうところをね、もっと知りたいよって方結構いると思うんで、ゆうこさんが成果を出した秘訣ところ、こちらにゆうこさんのアカウント用意してみますので、こちらを元にいろいろねぼりはぼり聞いていきたいと思うんですが、まず実際に3040フォロワーとして英語コーチですね、ゆうこさん活動されています。おうち英語頑張る親子専門のっていう形のコンセプトで、自分自身のその英語コーチとしての略歴と、そして LINE 登録でおうち英語子供が即変化する3つの秘訣動画っていうのをプレゼントしていると。ここでこの URL クリックしてもらって LINE 登録っていう流れになってると思うんですけども、ゆうこさんがインスタグラムを運用していく上で一番こういうポイントを気をつけてるよっていうのがあれば教えてほしいんですが、まずパッと見た時に投稿自体が揃ってるかとか、あとフォロワーさんとのやり取りをしっかり取らせてもらったりっていうのとか、全く知らなかったの、全然やってなかったんですね、ずっと。でそれをやりだすとなんか自分も楽しくなってきて、やり取りある中で結局来ていただいたっていうのがあるので、うんうん、そこはもう本当に全然やってなくて知らないところでした。しっかりそこの統一感を整えて、ちゃんとお客さんのためになるコンテンツを投稿でもやっぱ発信をされているというところですよね。他にもやっぱ実際にこのストーリーとかもね結構積極的に上げられていると思うんですけど、インスタのストーリーとかで意識しているポイントってありますか。インスタのストーリーでも少しでもお役に立ちたいなと思って英語フレーズをちょっと入れてみたりだとか、うんうん、お子さんとのやり取りで使えそうな文を入れてみたりだとか、うんうん、あとはもっと仲良くなりたいので
アンケート方式でちょっと答えていただいたりだとかっていうのを教えていただいたように意識してやるようにしています。素晴らしいですね。他にもねストーリーとかあと簡単英語っていうところでこの英語のノウハウですねをハイライトにまとめたりとか日常編とかですね、ゆうこさん自身のこういう日常、実際息子さんとのお写真であったりとかですね、こういった今日はバーベキューしに来ましたよとかこういった日常っていうのもどんどんやっぱ出していきながら、ただあくまで先生的ポジションとしてしっかりためになる情報を日々発信していくと。でそこから最終的にこの無料プレゼントオファーでこちらを欲しい人は LINE 登録してねっていうので URL から LINE に登録してもらい、その LINE を登録してもらってから商品を購入していただくまでの流れっていうのはどういった感じになるんでしょうか。今まで口コミばっかりで3年ぐらい来まして、どうしてもなんかもう集客ができなくなったので、うんうん、SNS に頼ってみようみたいな感じだったんですね。なのでインスタ自体で本当に流れがまだ確定はしてないんですけれども、うんうん、まず無料講座をしてそこから個別相談、うん、あるいは個別相談にすぐ1本で来てもらって、うん、でお申し込みっていうどっちかの方法です。あ、なるほど。 LINE の配信を見て無料のワンデー勉強会みたいに参加いただいて、そこで商品の説明までして興味ある人にはクロージング個別でやったりとか、もしくは LINE アットから一斉に15分無料個別相談やりますっていうので5名限定とかで集めて、そこで一人一人お電話もしくはズームで対話を通じていって、はい、興味ある人にだけ商品説明をしていくという感じですかね。クロージングの時とかにゆうこさんが意識しているポイントとかってあったりしますか。クロージングまでにいろいろお話をしてやりたいですかっていうのをしっかり確認をしてからクロージングに入るようにしています。なのでクロージングよりもその前の方が多分私にはハードルが高くって、クロージング OK って言われたらそこからはもうスムーズに。なるほどですね。こっから先は有料講座の説明になりますけど、ぶっちゃけ興味ありますかみたいなテストクロージングをやっぱしっかりとされているからこそ、そこで逆に興味ない人には絶対に売らないし、興味ある人にだけ説明するからクロージングもよりスムーズにいくと。そうです、うん、テストクロージングはねこれ非常に重要なんで皆さんもねぜひこれ参考にしてみてほしいなと思うんですけども、営業力っていうのはですねやっぱ見極め能力っていう風な言葉がある通り、興味ない人にですね商品を売ることほどですね愚かなことってなくてですね、商品説明聞きたくない人に無理やり商品の提案をしたとお互いにとって時間の無駄になってしまいますので、興味ある人にだけ手を挙げてもらう。そのためには LINE アットの配信を使って日頃の教育を行い、最終的には個別相談とかでテストクロージングを行っていくのが重要ですよ。ちなみにゆうこさんは LINE アットの配信の方とかではいつもどういう風な配信をされていらっしゃいますでしょうか。どちらかというと自分のなんか英語に対する考えを結構打ち出しています。もちろんお役立ち情報もフレーズとかね、うん、載せたりはするんですけれども、うん、それよりもなんでいいのか、どうすればいいのかみたいなのをよく発信します。なぜ今すぐ英語をやるべきなのかとか、はい、なぜママさんが英語を習得するべきなのか、そしてなぜ今じゃないといけないのかとかですね、いわゆるその LINE の教育っていうのはお客さんが購入の妨げになる部分、不安になる部分を全員取り除いてあげるのが教育ですから、そのためにいろんなポイントがある中の一つとしてやっぱりこのホワイっていう部分を深掘っていって、なぜ今、そしてなぜ私なのか、ここをしっかりと教育していかないと別に今じゃなくていいじゃんとか、私が英語習わなくていいじゃんっていう感じになってしまって本当の価値が伝わらないってことがありますので、皆さんもぜひね、なぜ今なのか、そしてなぜ英語なのか、 SNS やってる人だったらなぜ SNS なのか、なぜ今ダイエットしないといけないのかっていうところをしっかりと発信するだけでもねだいぶ反応って変わってきますのでですね。ということで今回ね、まあいろいろ内容を具体的に聞いてきたんですけども、さらにねゆうこさんの LINE の配信とか詳しく知りたい方はですね、こちらの動画の概要欄の方にねゆうこさんの LINE も貼っておりますので、こちらぜひ登録していただいてゆうこさんの LINE もチェックしていただけたらと思います。そして概要欄の方で LINE 登録いただくとですね、今だけこちらのおうち英語で子供が即変化できる3つの秘訣動画っていうですね英語関係のですね動画プレゼントもいただけるということですので、こちらもねぜひチェックしてみてください。ということでゆうこさんね、本日はお時間いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。はいはい、皆さん今日もね動画最後までご視聴いただきありがとうございました。私の LINE ではこちらに出ている豪華7大特典っていうのを今だけプレゼントしております。実際弊社がインスタグラム累計100アカウント以上運用してきた中で体系化した今最新の最も熱いインスタグラムを使ったノウハウの講義動画や、 LINE アットの配信で制約率を2倍3倍と高めることのできる配信のテクニック系の動画、そしてうちがですね3年間で累計8億以上の売り上げを作ってきたそのマーケティングのね本質をまとめた累計150分相当のですね動画講義っていうのをね無料でプレゼントします。さらに今だけ弊社をね出させていただいている書籍、こちらもね無料で受け取ることができますので、興味ある方は下の概要欄から今すぐ LINE で登録いただいてプレゼントもねゲットしてみていただければなというふうに思います。そして私の YouTube ではですね、日本一実践的で分かりやすい SNS の集客に役立つ再現性の高いノウハウを日々配信しておりますので、非常に重要な情報を見逃さないためにもですね、今すぐぜひチャンネル登録もポチッと押していただけたら嬉しいなというふうに思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。